西田千佳の満館全席。どうも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 。こんばんは、西田千佳の満館全席ですが、お久しぶりでございます。で今日は、1月の28日月曜日、熊本寒いございます。本当に寒いですね。本社からこちらの方のサテライトオフィスに来るのがなんか嫌な感じで、今、出てまいりました。はい、こんばんは。お元気でしょうか。はい、それではですね、もう1月の28日、もう今年はですね、入って1月になったばかりと思った矢先もう2月になってしまうというですね、今日乱入があるかどうかちょっと Facebook の方で、ぜひひひ乱入をしていただきたいということでつぶやいておったんですが、まあ皆さん忙しいようで月曜日ですからですね。はい、それでは、西田千佳の満館全席ですが、まずロゼッタストーンですね、Since 1995ですね、異業種交流ポータルサイトで生まれたロゼッタストーンの最近の動きをですね、ちょっとまた見てみようかなと思っております。何人か見ていただいておりまして、ありがとうございます。それではそれでは皆さん、あの Facebook でね、西田千佳の満館全席が始まりましたよというふうにぜひつぶやいていただければありがたいかな。拡散していただければですね。助さん拡散、水戸黄門ですね。見て黄門じゃございませんね。はい、それではですね、そうですね、ロゼッタストーンのまず、企業会員のですね、ちょっとこれ美味しそうだなというのがブログであったのでご紹介しましょうか。1月の27の日ですね。これは、博多、これですね、これは寿司と和の食、ちょっとあの左のですね、左上の満館全席のボタンで見にくいかと思いますけれども、この寿司と和の食聖吉のですね、なんとちょっとこれちょこちょこっと、これですこれですこれです、これうまそうですよね。立春の大吉書いてありますね。はい、なんかこうお知らせがこう来てますけども、お何かな、あ、大内さんがちょろっとつぶやいていただきましたですね。ありがとうございました。でこの、寿司と和の食聖吉のですね、これ美味しそうだなと思って見たんですけども、彼のねこの、和の職人のこだわりっていうのが、あの結構ですね、国内外、視察をしながらですね、いろんなものを食べて研究しておるという若手の料理人なんですね。で彼とはもう随分昔になりますけれども、もう8年昔前ですかね、彼がまだ20代の時に、ホテル日光熊本、そこのですね、弁慶というところがあります。はい、でその奥にですね、カウンターの寿司カウンターがありまして、そこの立花の料理長で、来たんですね。で結構あの大柄なんですけども、ちょっとこれ見ましょうか。見えますかね。ちょっとこっちの方に下ろさないと見えないのかな。恵方巻き、まだまだ予約受付中と。で、小さな4本セット、小さなと書くとおりですね、4種の巻物、ツナ、レタス、太巻きにエビフライ、1500円、通常の太巻きをかぶりつくように、細く巻いたもの、1本550円ですと、ですね、こういうふうに、どんどんお待ちしております。で、この聖吉の URL ですが、これはですね、聖吉のトップに行けばいいですね、ちょんちょんちょんとして、このトップに行きましょうか。トップに行きますと、www. のですね、これちょっと上見えないんですけども、寿司、sushi.-で、聖吉、seikichi ですね、.com です。はい、お客様がですね、どんなに寒くても、このお店は .com というところでですね、皆さん頑張っていらっしゃいます。で、この聖吉のですね、毎月品が変わっているのをご紹介します。これはですね、どこにあったかと言いますとですね、どこにあったかと言いますとですね、織部、この夜のメニューのですね、織部コース、ここに伝わりますが、イメージ写真が上にありますけれども、この織部がですね、このコースのご案内でこんなに先付けとかですね、くず湯がてのですね、こういうちょっと料理見ましょうか。こういうふうな感じ。これ見えますかね。こんな感じで。ね。全体見ましょうか。これで。
で、これはお椀物、お椀物がですね、タラの白子ですね、とごま豆腐の、かそ汁と書いてありますね。それとしのぎで、平貝のひも、とろろポン酢がけですね。これがとろろポン酢がけですね。とこれが、揚げ物がありまして、で蒸し物があってですね、そして握りが、ちょっとこの握りを見てください。この彼のですね、繊細かつも非常に研究を積み重ねたこの握りの技というのは私は大好きなんですね。でこの握りがついておりましてですね、はい、そして、こう赤だしがありますね。でデザートがですね、またこれ美味しそうですね、タピオカと、はあ、大好きです、小豆ですね、あったかぜんざい。そしてデザートにこのですね、卵プリンっていうのがなんかあるみたいですね。くるっとしてきれいに切れるものがですね、それを使って黒豆のアイスと。これで皆さんおいくらと思いますか？お値段教えませんよ。これ本当に安いんですよ。通常であればそうですね、やっぱりこれだったらですね、1万超えるんじゃなかろうかと思うんですけども、これは博多の早良区のですね、ちょうど位置関係からするとヒルトンシーホークホテル、シーホークですね、それからずっと南に行きまして早良区にあります。そこの一丁目に、道沿いの角にですね、この、寿司と和の食聖吉、これはとある、福岡の民放がですね、寿司のこのランキングをですね、これは数年前だした。でこの聖吉がリニューアルをした翌年ぐらいだったと思いますけれども、なんと1年目にしてですね、その博多、数あるその寿司店、こうしのぎ削ってますけれども、なんと3位に急浮上したという、これはもう私、西田近くはですね、心底惚れ込んでおりますし、もう博多に行けば、この寿司を食べないと損をするというぐらいに、この寿司と和の食聖吉、これぜひですね、皆さん、試食していただければと思います。試食ってただじゃないんですよ、ちゃんとお金もあったですね食べていただければと思いますが、で彼もですね、結構今、頑張っておりまして、ちょっとこう見ましょうか。Facebook とブログがありましてね、先ほどご紹介したのがブログになります。 Facebook もですね、ちゃんとあります。で facebook.com のスラッシュのですね、たけし、takeshi、ドットのですね、岡本2となってますね。はい、ここで、つぶやいておりますね。はい、そういうことでぜひ皆さんですね、この寿司と和の食聖吉、ぜぜひひですね、お食事行かれていかがでしょうか。これはもちろんカウンター席もございますし、奥のですね、小上がりの座敷もありますし、手前左手にテーブル席もございます。でまあ、ご予約された方が無難ですけれども、大体そうですね、駅からタクシーに乗って20分から25分ぐらいですね。で、お泊まりがもしそのホテルオークラ福岡であればですね、まあ、15分程度で着くんですけれども、ちょっと博多駅から西の方にですね、行きまして、行ったところにあるというところですね。はい。それでは、聖吉がありました。それとあと、最近ですね、ブログの帝王というふうに言われておったですね、ロゼッタストーンの仲間の中で、清崎音響システムというのがございます。そこのブログもですね、ちょっと面白いんで、お見せしたいと思います。これが清崎音響システムですね。はい、このブログのトップを、これはブログですね、ブログ、これをちょっとトップを見ましょう。こんなしてこう、つぶやいてるんですが、この顔を載せてるでね、彼がもう独立をしましてですね、6、7年経つと思うんですけれども、この清崎音響システムのこのホームページ、もちろんこのロゼッタストーンは D アンデル社がすべて、作っておりますし、運営をしておりますし、またブログとかいろんな SNS のですね、お手伝いとか SEO のですね、お手伝いをしております。で、彼はですね、この写真等で一番最初だったと思いますけれども、なんと、大きな仕事がですね、まあ、これ、あらりは小さかったと本人は言ってますが、大きな仕事がそのホームページを見てね、あなたのこの、顔がいいということで、電話がかかって仕事が取れたという、
いきさつもあっております。で、最近ですね、つぶやいてる中で面白いのが、ちょっと気になりましたね、これね。これは多分この清崎誠がですね、私にこう投げかけたメッセージの一つではなかろうかと思うんですけれども、このマイク、このオーディオテクニカのですね、このサイドアドレスマイクロフォン AT5040、 これはですね、ちょっと私はもう許せないなっていうことで、これ九州初上陸じゃないですかね、熊本初上陸の九州ですね、九州インポートオーディオフェアで、このインポートじゃないのに出展されていると書いてありますね。九州インポートオーディオフェアに、インポートではないこのオーディオテクニカというのは、名前を聞くとですね、海外のすごく有名ブランドのその音響関係の会社だと皆さん思っているかもしれませんけども、これは日本屈指のですね、これは素晴らしいその技術力をですね、結集して作った純国産のオーディオの会社なんですね。素晴らしいですね。先ほどちょっと私ポンジュースをですね、カップに入れてきたんですけども、ここに持ってくるの忘れちゃって、喉が枯れるかもしれないということなんですけども、はい、このですね、サイドアドレスマイクロフォン AT5040、 オープン価格だから金額は言えないということですね。これはですね、ちょっとこう嫌ですね。これを見てしまいますと、この D&L Ustream TV のですね、マイクロフォン、これ皆さんこれ見えてると思いますが、これもオーディオテクニカの2連装でやってますね。で、これもそろそろですね、まあ老朽化が近づいて、まあだんだん来てますので、そろそろですね、このコンデンサーマイク、柔らかい音が出なくなってきますとですね、このこういうサイドアドレスマイクロフォンってでかいですよね。はい、これはちょっと私は、清崎音響システムがこのブログでつぶやいたときに、これはちょっと素晴らしいなということで、この一つ一つがこういうケースにですね、これポッパーかなんか入ってるのかな、ケースに入ってますね。で、超いい感じで書いてありますね、これ感度最高ビンビン出せと書いてあるね。感度が、マイナス25デシベルですね。ヘイヘイベイビーとか言ってますね。最大入力が SPL142dB ですね。これはすごいね。これ調べたけれど、オープンプライスだけれども、清崎調べでだいたい、なんと、1本のこのコンデンサーマイク30万円というお話でございますが、ちょっとロゼッタストーンのですね、D&L ユーストリティムにはちょっと値段が、予算的には1本30万と言いますとですね、ちょっと厳しいかなと。これをまあオープンプレスで、3万円あればですね、2本ほど発注したいと思いますけど、これはいいですね。これちょっと歌ってみたいっていうかね、これはオーディオテクニカの www. のですね、オーディオテクニカ.co.jp、 そちらの方に行かれますと、このサイドアドレスマイクロフォン AT5040、 それの詳細がですね、見れるかと思っております。これ清崎音響システムのですね、これはちょっと私もと思ったんですけれども、それとあと面白いのがですね、そうですね、ロゼッタストーンの構成というものを今日簡単に Facebook でつぶやいてみました。で、どういうものかと言いますと、ロゼッタストーンというのが大元のポータルサイトになります。で、これは1995年の8月22日にスタートした、まあ、熊本県で第一号の老舗なんですけれども、それが一つの大きな幹になっておりまして、そこから枝葉が出てきたわけですね。で、現在、まあ、頭の中にあるものをそのまま言っておりますが、現在ですね、企業の、いわゆるロゼッタストーン加入しておる企業メンバーのホームページをがそこに全部入っております。もちろんバーチャルドメインで .com、.net を取っているところもあります。 COJP もあります。で、もちろんその D&LCJP というのがですね、古いドメインなものですから、まあ、Google あたりからの検索エンジンで非常にかかりやすいというところをうまく取ってですね、 D&LCO.jp のスラッシュの後にですね、企業名を置いて、そのままこの清崎音響さんあたりはですね、 KAS 清崎オーディオのですね、システムですから、で KAS カスというので、入っておる場合もありますね。で、その企業の
コンテンツを預かり運営管理しておるとというのとですね、あとはそのメンバーがその各ブログで、情報発信しておると、最近はその SNS、Facebook とか Twitter ございますから、それも連動してですね、でトータルでリーアンデル社がその SEO を含めてですね、いろんなその IT、ICT 路線も、ご指導させていただいているという関係にございます。で今年がもう18年目ということでございますからですね、大変、私も若いと思ってたんですが、急にですね、なんか最近、年取ってきたのかなというぐらいにですね、18年もですね、黎明期からインターネットをずっと同じスタンスでやってるところが、ちょっと日本全国見てもちょっと少ないんじゃなかろうか。やっぱり後から追いかけて新しいもので、そのビジネスのシステムを作ったりとかですね、やってますけれども、私のところはですね、もう本当に自分が枯れるまでやってみようかというね、それぐらい気合を入れて18年間続けておるというところです。で最近このユーストリームがですね、この広告がちょっと出て、あんまり私こう良くないなという気はしますね。広告はですね、結局見るところの中のそのレイヤーを使ってボンボン出すようなもんじゃないと、オープニングで出す必要ないと思うんですけれども、だったらお金を払ってよと言われますからですね、払っても構いませんけど、そんな感じでするところじゃありませんよというふうに思っております。はい、それでは、次ですね。でその構成が、会員がありまして、あと国内外にちょっとお見せしますけれども、この特派員というのを配置しております。でこれは完全にボランティアでしていただいている人たちばっかりなもんですから、職業は、いろんな職業の方がいらっしゃいます。でこれは、個人情報として私の方は、詳細は、語らずということで、パリのですね、特派員もいますし、東京では、最近1人増えまして2人ですね、特派員がおります。でパリの特派員、ちょっと今日はFacebookで、明けましておめでとう言ってませんでしたということを書いてますけれども、パリのですね、特派員でもすごく、アーティスティックな情報を、そしてあと、食べ物情報は面白いですね。こちらとやっぱり食文化違いますから、パリのカフェあたりに行かれた時のですね、食事とか、もしくはそのちょっと南部に行った時の話とかですね、とイタリアンレストランの話とか、いろいろあります。でセカンドライフバーチャルワールドでも、このパリ特派員の彼女はですね、すごくそのスキルが高ございまして、いろんな洋服を今現在熊本ジャパンの阿蘇の河口の中でですね、販売していると。店はみるみる間に大きくなりまして、今本当に鶴屋、百貨店並みに大きくなっているという状況です。はい、それではですね、これからが、パリ特派員とですね、あとカナダ特派員が今ちょっと沖縄の方に行きまして、あちこち行っとるもんですから、なかなか落ち着かないというところで、今連絡はこちらの方からしておりません。それと台湾台北、これはですね、学生さんで大学院あたり行っておる非常に有能な学生なんですけども、女性です。で英語が堪能なもんですから、上海の大学に行ったりとか、台湾台北帰ってきてまた大学院とかですね行って、今一生懸命勉強しておりまして、英語で記事を送ってきて掲載しておると。これが台湾台北ですね。はい、それではですね、あとそのロゼッタストーンの特派員で情報量が一番多いというのは、やはり何といっても静岡の特派員ですね。この静岡特派員の情報多いです。で最近そのキヤノンの一眼レフのスキルがすこぶるこう上がりましてですね、と色味、それと光の取り方、配置ですね、それとレイアウトですけども、ですごくいい写真を今載せてきつつあるというところで、彼のそのブログですね、楽しみにしているところなんですけども、結構色味をこう濃い目に出してますね。でこの、赤、緑、料理の写真あたりはよく食べるんですよ。今日来てるのかな来てたらあんまり悪くちゃ言えませんけども、よく食べてですね、載せるものが、あちこち静岡も結構やっぱ食べるとこありますよね。で静岡となると、やはり私が一番心配してるのはですね、一回、
静岡の浜松でロゼッタストーン の, その特派員会議みたいなオフ会をこう開催したとこあります。で、まあ、東京静岡とか京都兵庫とかですね、沖縄とか、まあ、熊本博多でやりましたけれども、泊まるところはやっぱ浜松にはその大倉家で、大倉とかその大きなポンポンとあるんですけれども、ちょっと田舎に行きますとですね、なかなかいいホテルをこう見出しきれないと言いますかね。でそれでこれだけね、いい食材、海の幸もありのですね、山の幸もあっての、これだけ料理があるのに、まあ、静岡もその何て言いますか、観光でその伊豆半島の、温泉云々よりもですよ、それはもう地位を確立してきたと。まあ最近不景気でですね、なかなかその旅人の足が向かないというところで大変苦労されている旅館、ホテル、全国各地、同じことだと思いますけれども、やはりこういう片田舎に行かれてもですね、その 食材を、なんとですね、その地産地消という言葉を選ぶと、なんかすごくその地域に貢献しているようで、まあ時代の流れにですね、そこをしていいことをしているように思われがちなんですけれども、私の場合はまあその、地産地消でも山手のところであればその山の幸があってですね、海の幸等が取れなければそれをまあ保管して、一般受けする料理と、あとは完全にその山手のですね、山の幸だけの、まあ不茶料理といいますか、精進料理といいますか、健康的なその料理を作るとか、そういう工夫をされればいいかなと思うんですね。だけどまあ熊本もですよ、まあ、ちょっと山手に行ってポンと山手の旅館に行きまして、ホテルに行きましてですね、なぜマグロなんだっていうのはやっぱありますよね。それが団体旅行の時にそのマグロがもう乾ききってですね、色がもうほんとどす黒くなりまして、エッジの部分がもう乾いてる、こういうマグロの刺身を出すほどであればですね、やはり熊本も山の幸豊富にあるわけですから、シイの実とかですね、どんぐり、まあ、どんぐりは豚とかイノシシに食べさせてはいいと思うんですけれども、そういう山の幸をいろいろ研究してですね、キクラゲとかいっぱいありますよね、椎茸とか、そういったもので何らかのこの京都の不茶料理に対抗してですね、その山の薬膳というものをこう作り出してもいいのかな。あちらこちら全国行きますとですね、もうチェーンなのかなんか分かりませんけども、なんかもう何か独立すると蕎麦屋さんがいっぱいあると、でまともな蕎麦屋さんが少ないで、熊本市内もですね、今ずっとこう巡ってみてもですね、そばどころっていうのはやっぱり山手ですよね。で最近この1年のうちにまあ見っけたのがですね、名前は伏せますけれども、高森にですね、ちょっとこの京都のですね、日清そばまで出せるというそば屋さんがあって、ちょっと私びっくりしたんですけども、まあ、そういう料理をですね、食べていただくといいかなと思います。でこれ静岡のこの写真ですけども、やっぱよく色を出してますね。なかなかよく色を出してると思います。はい、私もちょっとびっくりしまして、光の取り加減、それと一眼レフのこのレンズのですね、被写界深度の取り方が非常にうまいですね。まあ、これはもうそのまま、多分 F 値が 5.6 ぐらいで撮っておると思うんですけれども、なかなかこれ、色味がですね、その料理人が出した色、若干ちょっと天然色、原色に近いところありますけれども、これを、まあ、少し色 を変えて、これビビッドにしてやると思うんですね。料理のところは、少しビビッドさを逆に落として自然な感じで、ちょっとこういう輪の部分の時は外側をこう暗くしたような感じで、光を絞ってキラリとすると、また重厚感があって、高級料理に見えるんですね。はい、まあ、若干ちょっと色がビビッドな色になってると思うんですね。米はだけどこれ、まあ、これぐらいの暗そうですけども、写真もですね、コンピューターグラフィックスも絵もそうなんですけども、パーッと明るくですね、その朝日が差すようなそういうイメージで出したいというのはありますけれども、まあ、色味としては私はこっちの方好みますね。暗い中に何かキラリと光るものがあると。はい、なんかあんまり今日はあれですかね、よく切れてるようなんで、ちょっと回線が良くないのかもしれませんね。はい、こういうのも、これはフォーカスがちょっと奥の方に行ってますけども、これ何でしょうね、ちょっと見えませんね。はい、
なんか面白いのをしてますね。これが静岡特派員の、記事ですね。はい。それと、ロゼッタストーンの特派員の中で、そうですね、カメラの技術で今ナンバーワンというのはですね、兵庫特派員でしょうね。この兵庫特派員はまあいい写真撮りますね。でこれは12月のこれは19日ですから、もう去年ですね。もう最近サボってますね。はい。でこういう写真ですね、あのこういうやっぱり自然のですね、写真って非常に難しいですね。私はよくグルメとか人を写しますけれども、自然のを写すときにどこにその目線っていうか何を置くか、でこういう反射をしたときに手前のこの水の溜まったですね池の部分に、雲が映るのってなりますよね。で、2通り写し方があると思います。でこれはダイレクトにそのまま絞ってですね、明るさをちょっと抑えて、ちょっと左側これハレーションって言いますか、あの光がちょっと入り込んでますけども、面白い光の演出ですよね。で雲を完全に映して、リフレクションですね、屈折したりとかそういったものを映すときにはこういう映し方はいいですね。しかしあのこれが、もう完全に澄んだ水源の中とかですね、中の藻とかそこにこう小さな魚たちが生息しているのをですね、ぜひ映したいという時にはこれやっぱフィルターがいるんですね。でその偏光フィルターというのがありまして、一眼レフの大きさがその77ミリとか72ミリとか60数ミリとありますけれども、それのいわゆるプロテクター兼ですね、プロテクター兼レンズをプロテクトするというのと、あとそれに偏光のレンズがあるんです。で偏光レンズというのはこの90度の範囲で、いわゆる反射している光をこう抑え込むというものがあるんですね。で一番上に印がついたところにしますと完全に抑え込みますから、こういうふうにその水面に映っておるものを抑えて、今度は水の中までこう映していけるという偏光のレンズがあります。はい。でそれは一回撮ってですね、あんまりこう全部もいいんですけど、少し、自然の軽いその反射している映像と中で透け込む映像っていうのは、ここでこう45度ぐらい、これをこうにしますとですね、偏光っていうのはこういうふうになってますから、それをこういうふうに切り替わってくるわけですね。でこういうのが撮れます。でこれも素敵ですね。でこれもちょっと写真を見ますと、これは縦長なんで、やっぱりこの水面にですね綺麗に写ってますよね。あと一つ面白い写真がありました。これ面白かったですね。完璧に、縦のラインを半分にしてですね、なんか後でね上だけ撮ったものをコンピューター処理して、垂直でコピーしたような感じに本当に綺麗に撮れてますけども、これはファインダーを覗いた時のこの高さですね、ところに左右のエッジを当てて、やってますけど、こういう写真面白いですね。はい。それとあとは、はい、こういう写真もありますね。それとですね、東京の特派員が2人おりますが、東京特派員は、女性2人なんですけども、まあ面白いですね。この以前からずっとやっている東京特派員、これは1月の26日になってますね。干し芋、干し芋をなんか作ったと、干し芋美味しいなって、ちょっと炙ってねっとり甘いで美味しいからすぐになくなってしまうのがたまに傷、これ作れるんじゃないかということで茹でて干しましたと、自分で作るんですね。このケニーさん、この東京都会のケニーさんって言うんですけども、何でもこう料理に挑戦しますね。ですごくいい料理を作るんですよね。はいはい。これなんか炙ってますね。材料はさつまいも、ちゃんと干し芋になりましたとさ、ということで、茹でて、炙って干し芋にしたというですね。はい。そして先般ですね、1月の16日に、このロゼッタストーンの東京特派員、
女性2名と私と3名でですね、なんと、ザ・リッツ・カールトン東京の統括料理長をしていた黒須博之さんといらっしゃるんですね。でその人が昨年の1月の10日に、和食どころをこう独立して作ったということで、まあ、ちょうど1年遅れで大変申し訳なかったんですけれども、神楽坂クロスというところを取材に行ってまいりました。でそれの取材の、内容がですね、ここに書いてあります。神楽坂といえば粋な大人が集う街でございますから始まってますね。粋な大人が集うんですか。じゃあ私行けませんね。で、この記事を読んでいただきたいと思いますが、この先付けから始まったお料理たちはですね、盛り付けが可愛かったり綺麗だったり豪華だったりと書いてありますね。もうエクスクラメーションマークの言葉が私の口から飛び出しました。エクスクラメーションマークが飛び出したらなんか食べる箸がガン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 飛び出すような感じで痛そうなんですけども、そして口にした時もう一度エクスクラメーションマーク3本いただきましたという感じですね。はい、それで先付けからですね、あ、よく取ってありますね。はい、取ってありますね、取ってありますね。彼女のですね、やっぱり気配りというのは素晴らしいと思いまして、で私が1月16日にこの神楽坂クロスに足を踏み入れてですね、まあ、写真を300枚ほど撮ったんですけれども、ちょっと寒くてですね、で、あ、これ15日ですか、あ、16日だ。でね、で寒くて寒くてですね、14日の日が、東京が10年に一度ぐらいの大豪雪だというところで、まあ、交通機関は麻痺するわの。で私も移動時間に通常20分、30分っていうのを大体、まあ、シミュレーションやってたんですけれども、現地に着いて羽田空港からの動きからおかしくなりましたね。で、全泊して正解だったというところで、翌日1月16日のこの神楽坂クロスに行ってまいりましたと。で、私がその写真を撮って記事をですね、もう当日から載せたんですけれども、彼女の素晴らしい気配りというのは、自分の記事を本当はポンと載せていいんですよね。ところが、そういったところの、そのロゼッタストーン上で、まあ、記事がアップされるであろうというのを待っていてですね、終わった段階で、自分の記事をさらっとこう載せてくれるという、この気配りの素晴らしいこと。もう本当に、私はもう最初から気づいちゃおったんですけども、この場を借りましてですね、もう、Thank you very much from the bottom of my heart と、心から感謝申し上げたいと思っております。はい、今日はつぶやきがないですね。誰もつぶやいてくれないな。はい、そしてですね、ずっと最後まで、このいちご美味しかったですね。はい、こんなして写真撮ってくれてます。で、私の写真ではなかなか伝わりにくいかもしれません。で、素晴らしい記事がこちらにありますので、どうぞということで、ロゼッタストーンのブログをこうちゃんとですね、じゃあ行きましょうか。せーの、オープンザセサミで私の方の記事に行くんですけど、これがですね、1月の16日当日、神楽坂クロス、店長がですね、黒須博之さんですね。で、おかみさんが黒須幸子さん、まあ、でちょっと撮らさせていただきました。で、私も初めてね、1月10日がこの黒須博之さんの誕生日なんですね。で、彼はやっぱその日こだわって1月10日に、オープンしたと。昨年の1月10日にオープンしたんですね。で、私も、どんな店だろう。でね、ザ・リッツ・カールトン東京の統括料理長をしていた人間が、で、これもですね、ミシュランの星を5年連続取ってた、これもう和の職人界ではなかなか名前が通ると言いますか、今からまたどん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 伸びていく人物だと思うんですね。で、この神楽坂クロスの店構えがどうなってるんだろうと、まあ、楽しみで楽しみで行ったんです。で、何か話によりますと、もう1月のですね、4日にもう特貫工事で9日、まあ4日か5日ぐらいで、この神楽坂クロスのですね、店をもう本当特貫工事で作りましたと。ですからもう本当に古民家をですね、まあ、リメイクして作ったところなんですけども、非常になんか、先ほどそのケニーが、大人が集う街っていうことで、やっぱ大人が集う街ですよ、本当に、しっくりよかったですね。で、そこで、この神楽坂クロスの
幕を見てですね、そして雪が本当に降っておりましてですね、でこれはまたあのロゼッタストーンのですね、ニュースブロックというのがございますので、ぜひこれ、ご覧いただきたいと思いました。でここに写真がありますけれども、左上が、おかみさんですね。で全料理 で右下が今ご紹介した黒須博之さんですけども、まあわずか3人のためにこのわざわざこの鯛飯をですね、後でゆっくりあの大きな写真をお見せしますが、これはですね、もう今日の番組のメインは神楽坂クロスなんですね。で後でちょっとまた特派員あの紹介してない特派員も何人か紹介しますけれども、これはですねちょっと違反じゃなかろうかというぐらいに、でちょうど1周年記念のですねお昼の特別料理で新春その鯛飯の弁当御膳でございまして、これ6000円なんですね。で東京であの場所神楽坂でこの1周年を記念した昼の特別料理6000円、これ熊本であれば高いじゃんと普通言うかもしれません。違うんです、値段じゃないんです。食べてみるとですね安く感じます。それぐらいに一つ一つの料理にこだわりがあるというのと、さすがにアジアのですねナンバーワンのホテルと言われるザ・リッツカールトン東京、そこの統括料理長をしとった人間ですから、まあそのノウハウたるやですね、私たちが想像を絶するものであるというふうに思います。であと1周年、夜特別のですね新春会席、僕は1月いっぱいまでかな、はい、これが1万5000円でございますが、これも食べてみたいですね。はい、で、16日に私がお邪魔するときにこの、黒須博之というね、和のいわゆる匠ですけれども、この人物をイメージして書いたものがこの砂漠という字なんですね。はい、自分の宣伝でございまして、であとちょっと見ましょうかね。でこれを16日に書きましてですね、次ですね、はい、そして最終回見ていきますね。尋ねるで次がですねちょっと先付け等とその出た料理に順番がちょっと変わってますけども、私がやっぱり一番びっくり仰天としたのはこの鯛釜のですね、やっぱこの飯はうまいですね。これびっくりしました。ご覧ください。まず私たちに炊き上がったばっかりの釜を、もう熱いんですよ、で持ってきてゴロッと滑ろうとしたんですけれどもやっと止まりましたけども、この釜の中にものすごくいい鯛がドンと乗っておりまして、ちょっと今お腹がですね急に空いてて、これがステーキハウス淀川で、この番組を見ていただいてですね、なんかこう美味しいものを持ってきてくれるとありがたいんですけどね、まあそういうあのね横着なことは言えませんので、はい、でこの釜飯のこの上の方に、左上にですね一番左下にご飯がありますが、そこにあの練り梅があります。これも自家製で自分で調合をして味付けしてあります。でこの釜飯のご飯がまた最高にうまいんですが、そのトッピングされたですね練り梅をちょいとつけながら食べると、もう何とも言えないというか、寒い中雪が降った中わざわざ熊本からですよ、足運んできた甲斐があったと言いますか、あの別天地と言いますかね、もうそこは神楽坂じゃなくてなんか和のですね、もう本当にあの天国みたいな感じで、もう出てくるその料理が見てもう嬉しいし、そしてその香りが何とも言えないと。でその盛り付けがこの黒須博之というこの天才的なですね料理人が盛るこの盛り付け、素晴らしいんですね。それをちょっと今からご紹介したいと思います。はい、それでは見事な焼き八寸オープンザセサミ、これなんですよ。ちょっと拡大しましょう。ちょっと言うこと聞いてください。見てください、八寸ですですね、素晴らしいですよね。今日はなんか皆さんつぶやきないね、サボってるんでしょうね、多分サボってるんでしょう。
違うかな、私がログインしてないからいけないかな、これ見えるはずなんだけどな、ログインすればいいのかな、はい、ログインしてみましょうかね、これで、接続する、 Facebook チャンネル接続すればいいのかな、なんかもう このあんまりね、いいんですけど広告流したりとか、まあまあええんですけど、もうちょっと Ustream はパパッとアクセスしてライブがすぐ見れるようにね、で右側にそのソーシャルストリームがあれば、あらピンポンが来ましたね、どうぞお入りください、多分私が悪口言ってたもんですから、どうぞ、はい、じゃあ少々お待ち、どうぞどうぞお入りください、どなたですか、淀川です、あ乱入してきましたね、淀川さんが乱入してきました、それではちょっと私の横に座りますか、はい少々お待ちくださいね、おおおいや私のこっち側に来てください、どうぞ、あこっち側です、はいこっち側どうぞ、向こうから回ればいい、ぐるっとぐるっとあの線だけ切らずにですねはい、お客さんはいいんでしょう、いや今日は少なかったですけど、ちょっとまだ終わらなかったんで、あ本当にそのままはい来ました、座りました座りました、どうもお久しぶりです、やっぱ緊張します、ね、緊張してないです、今ですね今日は5人入ってますね、はい淀川志郎さんが来てくれました、どうですかね、今ねこの焼き発想をね、あちょっと見ますか、何分ぐらいいいの時間的には、5分ぐらい、そうですね、じゃあ5分少々ですね、出るということで、じゃあちょっと見てみましょうかね、はい、どこにこれです、はい見ましょうか、これ、神楽坂クロスのね、ハッスン。あ、こっち見てた、ね、あ、こっちですね。すごいでしょ、これ。すごいですね、これは。この前見させていただきましたけど。ね。ねそして、これね、もう料理ね、一個一個こんな味ですよっていうのは、言ってもらわんとやっぱりいかんでしょうね、うん。言葉で表現できないんですよ。そうですね、うん。でね、次がですね、はい、これちょっとズームしましたけど。この盛り付け方はどうですか、いやすごいですね、なかなかこう、うん、立体感のある、立体感ありますよね、こういう盛り付けは崩れそうですね、自分たちが盛ったら、ああそういう感じ、うん、大体平面に盛ることが多いんで、あそう、うん、そうなんだ、もうちょっとこっちに来た方がいいのかな、はい、近づけた方がいいですね、はい、なんか今日はあの白と赤ですねこれね、あ今日ねこれね去年のクリスマスバージョンでわざわざ買ってたんですよ、この洋服、この前言われてたやつです、ね、そうですクリスマスバージョンで買ってたんですけど、ちょっとクリスマスがあの時もあのできなくてですね、年末ね、やる気がなかったのかもしれない、じゃあ次ね、はい、これは前のページだ、じゃあ次のところ、発寸が終わってですね、次はお椀ものをちょっと見ましょうかね、ちょっと私がこれ加工したんですけど、かっこいいでしょう、どうですか、お椀がね、なんかね石みたいな感じの質感なんですよ、そしてですね、このお椀をこう開けるとこんな風に、あ金箔がちょろんとね、ちょっとここは反則だねそしてね、今度は先付けと作りをちょっと2回、これが最初ですね、これもちょこんとあったんですけど、なんとなしなんか子持ち昆布がえらいうまかったと、うーん、奥の方にあるんですね、でこのクロス白雪さんっていうのは色は3色から5色までということで、お客さんが食べる重心がどこにあるかというのを予測しながら盛り付けすると、うん、だこういう白のお皿、まあ、白磁かそのこういったお皿にこう盛り付けるときは結構単調になるので難しいですよね、だからそういったところの彩りの表し方ね、それとこれを見てください、生まれて僕が初めて食べた青森産の寒ビラメ、うますぎなんですよ、食べてみたいでしょ、とこのウニとね、うち今ぐるぐる言ってるんですけど、うん、それでご飯食べでこれを丸めて食べると最高にうまいですね、あこのヒラメがね食感が
結構ねツルツルじゃなくてなんか細かいザラザラだけど淡白で、びっくりしたのはこの手前の醤油2種類で、どこの醤油ですかと聞いたんですけど料理人もには教えてくれないブランド、料理人に教えてくれない、だからそれを教えちゃうと直接頼む人がいるからじゃないですかね、多分ですね。でこの左と右のね醤油、まあ一回こう何回も舐めたんですけどこんなにうまい醤油を食べたことないですね。これはすごいですね。はい、どうですか見た感じ。もう見た目でですね、ちょっと今左の胃袋ぐるぐるお腹空いたでしょね、腫れてきたよね。これは新鮮さが伝わりますね。伝わりますね。あ、すごい写真、なかなかいいですね。写真がいいですね。はい、あの近村さんまた自分の宣伝ですけどそれとね、それとですね、次は、水菓子。これね、びっくりしたんですけど、なんとまあ、あのごま豆腐なんですよ。ごま豆腐にきな粉をかけて、そしていちごが2個で下の方に黒蜜を置いてあるんですけど、東京都会に2人とも口揃えて言ったのがプリプリするごま豆腐、最高にうまいと。そして黒蜜甘いじゃないですか。でこの黒蜜の甘さといちごがそれよりも甘いぐらいにいいいちごを置いてあったらしい。これ実は僕食えなかったんですよ。あ、食べれなかったんですか。ガシャ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 やってもうなんかもう胸いっぱいになってしまうって、そしたら横の特派員女性がいかにも食べたいのを狙ってたんで取られたんですか。取られたんです。取られてしもうたんですよ。もうがっかりですね。で女性は別腹でボンボン入りますからですね。そんな形でね、あとこの最後に再会の喜びということで、彼とは3年半ぶりぐらい会ったんですね。で左手がゆきこさんというおかみさんで、右手が、クロスひろゆきというね、元なんとザ・リッツ・カールトン東京統括料理長ですからですね。これいいね。ああ、いいですね。鯛めしいいねこれね。そしてですね、まあ、記事はぜひ読んでもらいたいと思いまして、まあ、この間これを言って再会を喜んで、そのさばきと彩りに驚くということで字を書いてしたんですね。そんな形でどうですか。あとですね、今日はこのクロスもぜひ神楽坂クロス大人の集う街に行ってもらいたいと。これが東京特派員が撮った写真ですよね。ということで、あと一人東京特派員でアートブログ、それをしているところがあります。これもぜひ皆さんですね見ていただくと、彼女の写真もね、これちょっとびっくり、これ載ってるかな、彼女の写真がですね面白い。ちょっと種明かししますとですね、写真がこの次かな、すごくいい写真があった。ちょっと見てくださいこれね、シロさんね、これどう、これはな、花ですかね。花で、この写真見てください。アブラムシがついてるよ、ここにね。ああ。そしてほら、これね、実は明かすと今使ってるデジタル何万画素？え、何万だったんですかね。ちょっと1600万画素でしょ。1650でしょ。はい。これ300万画素しかない。ああ。の、この写真？何かを、こんな普通こんな人撮れないでしょ。虫眼鏡。ああ、そういうことですか。虫眼鏡をガソリンつけて、ちょっと私見たことないですけど、つけてそれで撮ってる。これは面白い。だから色を、だから1650万画素をね全部出せないんですよね。結局それを詰めたらもうそう天然色になるん でこれあたりは緑と濃い緑と黒のと白でしょ。それとあと黄色なんで、それからすれば300万画素でそういう工夫をするとこんないいので撮れる。だからこういうのはやっぱりすごいなって思う。この白黒の立派ですよね。でお客さんまだいるんでしょ。いや、もう多分いらっしゃらないと思います。あ、はい、ならば今日は終わった後にちょっと夜食でも。夜食ですか。お腹空いて私食べてないんですよ今日はそのこの赤を着てくるのにちょっといろいろあってですねどうしようかとか言っていろ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 あってですね
ね、またいいかな時間あと5分ぐらいで。あ、大丈夫ですよ、私がちょっと50分今あの放送してますからですね、はい、話して今2人で久しぶりだね。久しぶり、もうこれ久しぶりでしょ、はい、来たのは。緊張します。緊張せんでしょ今、ね、今慣れないですね。今6名様見に来てますね、はい、6名も6名しか来てない。昔多い時ね、やっぱ30下位で50何名やったな。だから今ゆすりの番組いっぱいあるんで、まあ、今日もあの城さんがほら自分のところの VIP のところであのアンケート調査したじゃない、はい、でやっぱりロゼッタストーンも皆さんにね、その番組出たいのかとか、新しい番組を作りたいかとか、もしくはその若い女性の番組を作ってくれるとか、まあ、いろいろあると思うんで、ちょっと今日出してみたんですけど、番組はやっぱ変えていかないとね。もう100回ぐらいなんですよこれ。もう1年以上続いてますから、もう2年ぐらい続いてますからですね、まあ、大変なんですけども、一人で喋るとね大変です。なんかもう腹話術のあの人形さん持って喋らないといかんよな、ね、あの間の取り方がね一人じゃ難しいんだよね。あ、なるほどですね、今あのお迎えしているのがステーキハウス淀川、この D&L のユーストリームスタジオですね、から歩いて3分ぐらい、まあ2分半ぐらいかな。そうですね、近いところにあります。で、あそこは道は どういう説明がいいかな。あそこは一方通行ですよね。だからホテル、キャッスルに行く途中の手前、なんか昔小さなガソリンスタンドがあったんですよね。そこから左に曲がって、丸丸旅館ってありますよね。あ、はい、のを通っていったところのこちらの通りのクロス、あそこは何て言いますかね。何通りでいいんですかね。上の浦通りですね。だよね、この横が上の浦通りになりますよね。そこの近くの建物の2階になりますよね。1階が寿司屋さんですもんね、はい、で2階階段を上って、折り返して突き当たりにステーキハウス淀川。これもう何年になりますか。もうすぐ7年目です。早いですね。年取りましたね。そうですね。で独立したのがいくつの時に独立したの。36になるちょっと前ぐらい、ね、36ぐらい、35ぐらい。ちょっと忘れましたけど、なんか喋ってるのか、誰か、だから喋ってますね、私がこれいらんことをこうやってこれ押せばいいのか。はい、あ、大内さんですね。あ、チャットの方に書き込んでしまった、焦って、生放送淀川さんの声渋いですすいませんって言ってね、福井活動が、なんて書いてある、濃くなくてとか。そうですよ、やっぱどんどんあのね、だけどこの大内さんがほら倉敷のねロゼッタストーンの特派員候補で上がって、もう本人はあの承諾してるんですけど、なかなかブログのプログラム簡単にパクッとできないからですね、まあやろうかなと思っておりますけど。で1月が終わりますが、2月の何かバレンタインデー特別メニューとかそういうのあるんですか。あ、バレンタインデーはカップル限定コースっていうか、あのカップルで、まあ、一つのコースなんですけど。じゃあチュンタオさんとか男ではカップルじゃないわけよね。チュンタオさんとあのまあそれはいいんですけど、男同士のカップルで、ね、まあ2人であのちょっと分ける形ですね。分ける形、分ける感じのメニュー、うん、お値段的には、まあ、12,600円です。2人分で。あ、それ安いね。でそれは夜のコースですか、昼でもいいんですか。まあ昼でも大丈夫ですけど、大体夜用に、あの準備してますんで、予約があればもういつでも、うんうん、メインディッシュは何だろう。メインディッシュはフォアグラと湯葉を使った、フォアグラと湯葉、はい、でそれを私が大好きなやつ、まあ、社長にも一回お出ししたと思うんです、うん、そういったちょっと和風の仕立ての一品と、うんうん、と伊勢海老ですね。ちょっと腹すきすぎ、はい、すきすぎない、腹すきすぎないあそこもいいね、あのそこの室に行ってもいいかな、ね、あ、今からですか、うん、行きましょうかもうあと5分で終わりますからですね室はさ月曜日休みなかったっけ。あ、どうですか、日曜日じゃないですかね。月曜日だそう、うん、ちょっと電話して電話して室さんちょっと今からですね室さんちょっと電話して空いてればいいんですけどね。もうこの人あのリアルタイムにこうやるのがいいでしょ室です、ね、今されるんですか。今します室さん、室さん、空いてるかな、どら室さん、室さん、あれ室っていっぱいあるね、和食どころ、あ、この人だったかな、ちょっと電話してみましょうかね。今日休みなかったっけ、すいませんね。ちょっと皆さんね、2人ともですねこんな人太ってますけど、お腹空いたら最悪ですよね
日曜日休み、月曜日休みなかったっけ。ちょっとねえ、あそこは12時まででしょ。ねえ、ほら出ないです。あ、出ないですか。はい、出ないということは休みでしょですね。はい、ということはまた違うところに行きますよね。ナビ旅行こうかね。この時ね、やっぱ食べないと。最近風邪多くない？インフルエンザとかノロウイルスなんかえらい多いみたいな。あ、でもフェイスブック見てると多いですね。多いよね。インフルエンザとか。インフルエンザかかったことあるんですか？あ、多分ないと思いますね。ないでしょ。私も一回もないよね。だからなんか40度っていうか熱を体験したことないんで。でも大体8度とかこう熱がね、疲れて熱が出るときは僕はもうバスタオルをこう巻くでしょ。風呂から上がって。そして生姜湯とかガンガン飲んで、で1日ね8枚とか10枚アンダーウェア買えるんですよ。あくる日熱下がってます。あ、汗をかく。もうそれでもう自分で治癒してしまうというね。なんかふふふって言ってらっしゃいませってね言ってますよ。大津さんいかがですか。クラシックから今からね、ちょっと走ってくれば間に合いますか、ね、間に合いますよ。明日の朝まで明日の朝6時ぐらいでいいよねうん、うん、間に合いますよ。新幹線今は最終日の乗れるんじゃないですか。あ、それから夜行かなんか乗ればね大丈夫ですかね。うん、うん、大津さんどうですか、まあ、来ませんか、なんか、ね、朝までじゃあ、待って。はい、じゃあちょっと共産学者のご紹介をですね。はい、共産学者、松島観光ホテル三崎店、それと吉屋ホテルキララテ、この間ちょっと天草に行きましょうということで、こちらの料理を紹介してましたけど、やっぱり天草で、この城さんあれだよね、天草出身だから、ね、はい、天草の海の幸ってやっぱり美味しいよね。そうですね、天草また違いますね。だからあそこがこだわりの料理を作るようになると本当にいいレストランできますけどね。だから皆さん食事をされたい、泊まりたいときはこの松島観光ホテル三崎亭とですね、吉屋ホテルキララテ、これは夏バージョンがこれだったんです。夏のお洋服 でこれを出しとったらです、みんなでこうなんか上天草のおかみさんたちのなんかトレードマークでピンクで作ったらしいんですよ。で、月にですね4名様、この熊門すごいね今ね。なんか中国まで渡ってなんか白門かなできてるみたいな中国ですか。中国なんか白門って同じデザインの白門でできてる、ね、あ、ま、真似されたんですかね中国。このポンドレね、ポンドレ、これね結構うまいですよ。食べたことある？いや、これはないですかね。じゃあ今度ちょっと手に入れてね、これ実験してみてください。このね天草白ポンドレというのはこれうまい、万感で作ってあります。それとこの名門水曜株式会社の赤崎日本セット、私親父のとこ行ってね、今介護してるじゃない。で正月シャニムニ飲めって言って、僕お酒飲まないって、もう18年飲んでないんでしょ、はい、でゴボッとこのお酒飲まされてやっぱ言いましたね。これうまいねうまいです。はい、そういうことで、はい、皆さんですね、杉早に話をしておりましたが、シロさんが来てくれました。だけどそのステーキハウスは今熊本市内に純粋なステーキハウスは何軒あるんですかね。まあ、正確な数がちょっとわからないですけど、10件ぐらいだと思います、うん、10件ぐらいということは、この72万の人口で、まあ、観光客も来たとした場合に、この10件の争奪戦ってやっぱすごいよね。そうですね、すごいエリアが小さいからね、熊本の場合はね、うん、とおととしと去年とどうでした、12月のその売り上げとかいうのも今非常に落ち込んでるじゃないですか、外食産業ですよね。一昨年と去年と、まあ、あんまり変わらないぐらいですかね。うちはそうですね、まあ、前半が悪かったですけど。だけど12月なんか10日間でなんか、はい、後半に、はい、すごい訳の分からん爆発をしたという。爆発しました、売り上げは。ねえ、まあ、そういうことで、このステーキハウス淀川、和の職人ですけれども、その和の真髄をね、今からどん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 こう、特にこのクロス料理長のね、あたりの話を聞ければね、そうですね、こういう夢が叶えばですね、うん、いい勉強になると思いますので、私も、まあ、フィクサー役としてね、いろんな人たちと話して、クロスさんも一回読んでみようかな、ここに。と奥さんもついてきて、で、馬刺し食べたいとか言って、一回読んでもいいかもしれないね。で、クロスさんのところがね、神楽坂クロスが、なんと第2店舗前がですね、サミットが開催されたウィンザーホテル、東屋、北海道。そこの割烹までやるらしいんですよ。だからやっぱりわずか独立して1年後にそのウィンザーホテル東屋あたりの仕事を受けるというのはすごいですね。
まあ、そういうことで皆さん、ちょうど1時間となりましたのでですね、また、はい、6名ですね、今日は。それではまた、See you next week、ですね。じゃあ、来週、ちょっとまた面白い、今日は料理をいっぱいね、ため取りしとったんですが、今日はちょっと紹介できずに終わりましたので、京都特派員がちょっと今サボってますから、京都特派員の情報は今日流しませんでしたけれども、じゃあまた、柴さん、また近いうち、よろしくお願いします。それではまた、See you next week. Ha 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 ha.